はい、くるちゃん、今日はですね、友人選びとか友人探しってどうしたらいいのっていう、そんなお話をしていきます。まあ元ネタはですね、最高の友達を探そうとすると逆に不幸になってしまいますよっていうところから取り上げています。どうです、皆さん自身は、で小学校とか中学校とか高校とか、あるいは大学、今の職場とかっていう中で、いろんな方々と出会ってきて、あるいは別れを繰り返したりとかっていう中で、まあ、例えば私であれば高校の友人とかっていう中で2人とか3人とか非常に仲のいい友達がいて、もう10年以上も付き合いとかもしてるんですけれども、まあ、そういった様々な友人関係の人たちがいて、その中で親友と呼ばれる人たちっていうのが、まあ、皆さんにも1人とか2人とか、あるいはもっと多くの数いらっしゃると思います。そんな中でですね、やっぱりいい人生を送っていくためにはいい友人が必要ですよっていうことが、例えばライフシフトっていう2016年に発刊されたライフシフト人生100年時代を生きるっていう中でも、やっぱりお金とそれから人間関係っていうこの二軸が大事ですよ。特に人生後半になっていくにつれて、この友人関係、人間関係っていうのがとても大事になってくるという、そんなことが書かれたりしています。ところが、じゃあ人間関係が大事なんだね、じゃあ最高の友達や親友と呼べるような人たちを探しに行こうっていう風にすると、反対に不幸になってしまいますよっていうのが今日のお話です。で、これはですね、学生を対象にある実験をしたんですが、どんな実験かというと、2週間ですね、日記をつけてもらいました。で、日記をつけてもらって、その中で友人と過ごしたっていう内容が書かれたものを学者の方でチェックをしたんですね。で、その中でアンケートを取って、いつでももっと今過ごしている友人よりもいい友人と出会うチャンスとか過ごすチャンスっていうのを狙ってますかっていう質問を投げかけたんですね。で、その中で常に狙っているというふうに答えた人と、いや特に狙ってませんよっていうふうに答えた結果ですね、統計的に見たら、その前者、より良い友人とか、より良い友人との出会いとか、より良い友人との過ごし方っていうことにフォーカスを当ててた学生の方が満足度や幸福度が低かったっていう結果が出たんですね。で、これをマキシマイザー、喜びを最大化しようとする人たちですね、もうとにかくもっともっとをもっと求める、もっといい楽しみとか喜びとか友人関係とか作れないかなっていうふうに探しに行く人、一方でサティスファイサー、もう今で十分満足してますよと、今で十分楽しいし、今の友人との関係も良好だからそれで OK っていう方ですね、っていうので、どっちの幸福度が上がったかというと、サティスファイサーっていうそこそこで OK ですよっていう人の方が満足度、幸せ度っていうのが上がった、高かったっていう傾向があるんですね。なので、より良い友人を求めた学生ほど後半、まあその10年とか20年とかっていう実験を追いかけた結果、幸福度下がりましただけではなくて、自尊心、自分に対する自信っていうのも下がる傾向があったというところなので、マキシマイザーの方はぜひ注意していただきたいと。で、これなんでなのかっていうとですね、マキシマイザーの人たちっていうのはチャンスをとにかく狙ってるんですよ。感覚を研ぎ澄まして、自分がちょっとでもいい思いができるとか、友人関係を結べるとか、お金を稼げるとか、知識が身につくとかっていうので、チャンスを狙っていろいろとアンテナを立てるんですけど、実は今目の前に転がっているチャンスっていうのを逃しやすいと。なぜかというと、常に他のことに視線が向いてしまってるから、目の前に本来取り組むべき、あるいは取り組んだら自分の満足度とか幸福度とか人生の質を上げてくれるものっていうものを見逃してしまいやすくなっちゃうっていう傾向があるからっていうのが、まあ、その中で書かれてたんですね。ですので、何が言えるかっていうと、チャンスを狙うのも大事なことではあるんですけど、それ以上に今目の前にあるものとか友人っていうことを、友人を大切に大切に関係性を結んで、関係性を築いていくっていうことが、皆さん自身の幸福度を上げていく、あるいは満足度を上げていく、人生の質を高めていくためには必要ですよという、そんなお話でした。ですので、ぜひ、まあ、皆さんがより良い人生を過ごしていくためとか、より良い友人関係を築いていくためには、それを探すのではなくて、今ある中でそれを大切に大切に育てていくということが大切に、重要になってきます。で、これは何でかっていうと、皆さん自身が逆に大切にされるっていうことをぜひ考えていただくと、自分が大切にされるから
相手のことを好きになったりしません？あるいは大切にされてるから相手のことを大切にしようっていうふうに思いませんか？っていうことなんですよね。なので自分自身が相手を大切に、友人や家族を大切にするからこそ相手が好きになってくれて、そして大切にしてくれるから自分自身も幸福度が上がっていくと、満足度が上がっていく、そしてより良い人間関係を築いていける、そういうことなんですよね。はい。なのでチャンスを狙って目の前の人たちをないがしろにするよりも、今いる人たちを大切に大切にしていってあげていただくっていうのが大事になります。今日はそんなお話でした。ですので最高の、友達を探すというよりも、今いる友達たちを最高の関係を築いていく、これを大事にしてみてください。ということで今日はそんなお話をさせていただきました。本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。